みなさん、こんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。1の1にある P スイッチ100個を急いで全て踏もう。70秒以内だとウルトラスーパー超天才だって。ありがとう。これから私のことをウルトラスーパー超天才と呼んでください。長すぎて呼びにくい説。これを全て押すってことですね。全て押す、全て押す、全て押す。多分すんごい遅い気がする。まあこれはちょっとまあまあまあ練習です。1回目はね、はい、あー出るんだ。1回目は練習させてください。はい、ポン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 して、え、ちょっと待って、上ポンポンポン、上登る、はい、登って登って、ここも出るね、きっと出るね。はい、出ました。でポンポンで、ここはズンズンズン、上行ってほっ。結構厳しいぞ。手が慣れるまですごい大変なことになりそうですが、はい、やっぱり自分でルートをちゃんと考えていかないと。よっ、こんな感じで、よっ、ちょっと待って、ここ出すのかな。ハテナも出しそうじゃない。ハテナにもなんか入ってそうな予感が、はい、入ってました。だがしかしもう17�報。指がね、結構これね痛いです。はい、指が痛いよ。9秒。ここ絶対ハテナ叩くね、叩くね。やばい、もう時間がもう全然ない、全然ないけど、最後の階段登りきれるのか、どうなのか、どうなのか。アスカ選手、スーパーミラクル超天才ではなかった。よし、練習も終えたところで本気出すか。やばい、残り10秒。くっそー、最後の下り階段だったらな。最後やばいぞ、最後にすごいことが待ち受けている。うーわーこれ指がやばい。ルートが大事ですね。これはルート検索が大事。こう必ず2個は2個踏みする。2個踏みでポンポン、2個踏み出すで登って踏む。でこれは下からどんどん上に登ってこう。 OK で降りて叩いて、降りて出して、こうだね。でポー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 、はいはい。あ、これ下でもよかったな。まあ、いっか。で出す、よっよっ、ほっ、いいよ。で上行って降りる、レッツアレル、おい。で降りる、2個踏む、よっ。で叩いて、やべ、ほっほっ、2個で、これは降りた方がよかったかもしれん。まあ、いっか。で10、10、10、10、10、どう ?10 秒残し。ういったんじゃないこれ。1分9秒。70秒以内、やった。ウルトラスーパー超ミラクル的な天才になった。飛び出せ坂田氏と三段ジャンプの森、70秒スピードランやっていきましょう。クリア率は 0%。飛び出せ動物の森の感じで、あおー、これなんだ、これはこれはひゃんもういっちょ、ワンツージャンプからの甲羅をパーンポン、こうですね。どうだ、よっしゃ、できやした。さあここは折り返しですね、折り返しで、あーやっべー、タガタス順調に決まっております。くるりんしてポン、あ、で、ここもか。よし。で、ここね、下に行きます、行きます。三段ジャンプ。わお、うん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 。で、ここは三段ジャンプ。で、ビタ止まりして、入る。さあ、よっ。OK、OK、OK、52秒。で、三段ジャンプ。あ、で、ここもか。よし。で、ここね、下に行きます、行きます。はい、よっ、ファー、ひー、これは絶対にこれね、くっさー、いくでー、ほい、多いね、サカタス多め、ジャンプー、これで、あ、サカタスー、よっしゃ、モモンガー、ほー、ないこないこないこ、こんな感じでいいんですか、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 ワン、ツー、降りるー、ジャンプー、はい、これ、面白いんだが、
で、サカタスだぜ。もう、これ何何、怖い怖い怖い。あ、来ました来ました。くっそ、めっちゃあるね、サカタス。サカタスだらけやけど、まあ大丈夫大丈夫。よっしゃー、決まった。てれってん、てれってん、ほう、よし。そして、サカタス、モモンガー、ほい。オッケー、オッケー、オッケー、レッツゴー。このまま、ゴールまで一直線。ガス、よし。ほら、出ました。で、ポン、キャで、キャッター、で、ひょいして、よっ、ぴょん、くっさあ、モモンガになりました。こっから先が、気合い入れないといけないので頑張ります。ほいよっ、で、ありゃー、おっしゃおっしゃ、あ、クッパいたクッパいたクッパいた、あ、あ、できた。おいおい、月ありがとう。あ、最後何、最後、ほっほっ、あ、ちょ待ってちょ待ってちょ待って、はいはい、おっ、うっそー、なんで最後にこんなことが起きた、こんなことが起きた、マジ。いつもの私なら一発で決めていたが、クッパが月にやられたのでびっくりしてはい、動揺してしまいました。ふう、三段足すみたいな感じ。ふう、初めてだなあれ。行くぞ。よっ、こっから先だな。まあまあ余裕っしょ。オッケー、モモンが取れたら余裕っしょ。ジャンプー、出す。オッケーオッケー、さあ、よっ、オッケー、さあ来ました来ました来ました。で、ここで使ってクッパを倒す。残り10、あぶねー、あぶねー、最後最後最後、てててん、いくぞ、てててん、パー、来たー、できました。なかなか結構さっくり楽しくできた。マリオメーカー2のオープニング曲を演奏、アンドスピランやっていきましょう。パッパッペイ。ですね、なんか懐かしいね、初心を思い出します。騙されるな。騙しコースは得意です。これは絶対に矢印のところに入ったら死ぬという暗号なので、こちら、おい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 、やっとんなやっとんなこいつ。ということで、矢印に従っていきたいと思います。こっちは、びっくりしたびっくりした、これでいくんだ。うわ、うまく回避。もう一回、たまには人を信じてみよう系。ひゃっ、入れない入れない。とりあえず進んでみるか。ひゃー、長い坂の先にはトゲピーがいました。このドアは違う、いや、なんか飛んできそうだな、ボヒュンって。あそこになんか、わお、
見つけた見つけた、ぶねーなー。お、入るんだ入るんだ、すごいアップな超回避、超回避説。ひゃーうますぎん。もう一気にいっちゃう、もうで上から絶対なんかくるくるなんかバーってやってくれるよ絶対に。あ、ビッグマリオになるんだ、なっていいかな、まあならないとできないから行くわ一旦。やばい、危険な匂いが、危険な匂いがする、さよならで、そんでビッグマリオになって左行ってみるわ。え、でも待って、で戻ってみるか。そうするとなんかある？ここ入んのかな？ここ入ってみよっか。およよ？あ、ゴールあんのかな？これでも掘り続けたら、掘り掘り大作戦。ゴール掘り掘り大作戦してみたいと思います。よいしょ。私のこの足が持つ限り。あった！え？天才？マリオメーカー歴。10年にして騙しコースを騙されなくなりました。つまんなくなっちゃったじゃん。普通にやったパターン、普通にやるとこっちに行ってこう行ってでもなんだなんだってなって、これでもう行くしかないよねで、これで食らって行くしかないよねって入る。2回食らってしもた。お、これはあれか、まあ、死だ、死のレクリエイムみたいな感じだ。ここで、お前はここでやられろ的な感じか。ちなみにここ入るのは、あー、死のレクリエイムでした。ここに繋がってるというわけです。ふむふむ、はい、それでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。この前ね、ゲームセンターですごいの見つけた。十手観音って言って UFO キャッチャーなんですけど、これね、1回でこれ見えるかな、見にくいんだけど、10個ついてんの、この取るアームが。1回やったら0個で人がやった後にやって、なんか落ちそうなやつを狙ったの。そしたら2回目は2個取れました。ハイエナをしたら2個取れました。以上、十手観音でした。それではまた明日。アスカでした。バイバーイ。